はい、須賀です。僕は今 JR 東日本陸羽東線の鳴子温泉駅行きます。今から乗るのは臨時快速風っ子湯煙号といってトロッコ列車です。しかしその前の車両にはリゾート実り号がくっついています。せっかくなんでリゾート実り号もちょっと見ていこうかなと思っています。4両編成の4号車に乗ります。到着しました。この列車はキハ48系の改造列車です。この列車は鉄道ファンだけではなく、いや鉄道ファンより普通 この観光客の方々がよく使われる列車なんでしょうかね、なんじゃないかなと思います。ということでじゃあ乗っていきましょう。初めて乗るんでね、まあ紹介動画ちょっとあんまりうまくはできないと思うんですけども、鳴子温泉から乗ったのはこの臨時快速リゾート実り号と、その並結している風っ子紅葉号です。まずこの列車の風っ子紅葉号の側に乗ります。車内は少し混んでいたので、あんまり車内を映すとちょっとよろしくないと思ったので、あんまり車内を映しておりません。ということでちょっと後付けで説明させていただきます。この列車は4人掛けのボックスシートみたいな感じで、ちょっとベンチみたいな固めの椅子が用意されています。そしてその間に机が置いてあってって感じです。一瞬か分かりませんけど前の人が映ってるかもしれませんけども、前の人はちょっと撮影許可を得ておりますのでご安心ください。この車内には日本人はもちろん外国人のお客さんも多く見られました。さっきから映っているこの柵みたいなのは何なんだろうか、ちょっと僕もわからないんですけども、この列車は窓を開けることができて、そのための柵なんでしょうかちょっとわかりません。しかしこの列車に乗っている時は誰一人開けている人はいませんでした。もちろん僕も開けませんでした。さすがに混んでますしね、開けづらいとは思います。天井はこんな感じです。陸羽東線沿線は大変綺麗な景色です。このように川を渡ったりとか、自然の中を駆け抜けていったりとか、本当に綺麗だと思います。本日は週末パスとこのように座席指定券を置いておきました。川上温泉は鳴子温泉郷では最も東側に新海東線線の歴史を持つ静かな温泉地です。江戸時代に多く発生した崖の地料理法のとなり、その昔、崖川上に重なるとの名前で東京都までその名前を知られておりました。重なるとの名前で崖の地料理法のことを言う湯煮と言われています。この列車が走っていると日も地味に傾いてきて、このように夕日がきれいに見えてきました。
この列車はもちろん快速列車ですので駅は通過します。しかし行き違い列車なのでドアは開かないけど通過しているという感じになります。なので、まあ、停車しているのと変わらないですね。しかしもちろん通過している駅もあります。ちゃんと通過している駅もあります。車窓を眺めていると夕暮れがとっても綺麗だったのでずっと映していました。しばらくお楽しみください。座席が空いたのでちょっとこのように座席とテーブルをちょっと映してみました。こんな感じです。まもなく古川です。上には東北新幹線の線路が見えます。これは昔キハ48系がまだ普通列車の時だったかな、ちょっと使われていたと思います。運転席です。ということでこのリゾート港の連結部分にいますけども、まあ、こっちはデッキがあるのでちょっとこっちに話してるんですけども、これで、風っこ雪見紅葉号の車内の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。